はい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 、勝ちましたね。東海大コンビがやってくれましたね。菅野さん10勝ですか。本当にすごいピッチャーだと改めて思いますし、貯金があんだけやっぱりできてるっていうのは、まあ安倍監督がね、ローテを組む際にもいろいろ考慮しながらね、やってるおかげじゃないかなとも思いました。てな感じで始まりました小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対スワローズのですね、試合解説の方をやっていきたいと思います。はい、今日はですね、まあ2連勝と、まあ2勝1敗というところで勝ち越しをジャイアンツ決めましたというところで、非常に、いい戦いができてたかなというふうに思いますが、まあところどころね、少しやっぱミスもありましたし、なかなか点が、どちらもね取れてないというかね、僅差のゲームっていうところがあったんですけども、8回裏にですね、2点を取って、まあ4対1というところで勝てたので、まあ結果的にまあゲーム展開というか、まあいろいろ細かいところを見ると、まあミスありましたけども、やっぱり勝つっていうのがね、やっぱり一番最優秀、一番重要というかね、うん、やっぱりもう阪神がね、いろいろこう調子を上げてきたりとか、まあ少し1位から3位と4位から6位がちょっと開きつつあるという現状の中、まあ試合内容もね、もちろんこだわっていきたいところはあるんですが、やっぱり勝つというところですね。そこが一番今のジャイアンツには大切だというところでございます。はい、じゃあですね、今日はですね、まず得点シーン振り返っていきまして、スタメンの変更点などを見ていきまして、で、僕が気になったところを配球チャートなんかも使いながら見ていく、この3本で、やらさせてください。はい、じゃあまずね、一つ目の得点シーンを振り返っていきたいんですけども、この辺あたりに僕のこの胸あたりにですね、画像を出しながらちょっと見ていきたいと思います。はい、まずですね、今日はですね、1対4、まあ4対1というところでジャイアンツが勝利をいたしました。よいしょーというところで、まあ非常になかなかね、今日はベテランのピッチャー同士というところ、まあ菅野さんと相手投手は石川投手というところで、まあなかなかね、点が取るの難しい、勝ったりとかね、いろいろ、まあ球はね、石川投手は速くないんですけども、打たせて取るっていうところがね、非常に長けてましたし、投球 術というところもね、後でね、まあ詳しく紹介していきたいと思うんですけども、非常にね、尻上がりに非常に石川投手はね、調子が上がってったなっていう印象はすごくありました。はい、でですね、その調子が上がる前にジャイアンツが得点できたというところは非常に良かったと思います。1回裏ですね、2アウト1、2塁から大城さんがね、センターオーバーの、タイムリーヒットを打ちまして、まあ2点入る、まあこれがね、大きかった、めちゃくちゃ大きかったですね。うん、だからまだね、調子がまだ上がりきってない石川投手の時にしっかり点を取れたっていうところが良かったと思いますし、もし逆にね、これ点取れてなかったとしたら、今日の試合どうなってたかわからないので、非常にね、このタイムリーヒットっていうのは大きかったなって思います。で、5回表ですね、これね、西田選手ね、まあこれ余談なんですけども、まあ僕の大学の一つ下の後輩に西田っていうのがいるんですが、これ西田選手の弟なんですね。うん。だからなんかすごく親近感があるというか、うん。頑張ってもらいたい選手なんですけども、2アウト2塁で、西田選手がライト前ヒットタイムリーというところで、まあ2対1というところで追い上げられて、来てるというところですね、ジャイアンツはね。で、まあ、8回裏、ワンアウト1、3塁から岡本選手の犠牲フライ、センターへの犠牲フライ。で、2アウト1、3塁から坂本選手のね、ライト前ヒット。まあ、これもでかかったですね。めちゃくちゃでかかったですね。うん。っていうところで、まあ、結果ね、4対1というところで勝利をいたしました。はい。じゃあですね、2つ目、この辺ぐらいね、画像を出しながら、スタメンの変更点ね、ありましたんで、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずジャイアンツから行きたいんですけど、まあジャイアンツはですね、まあ菅野投手の時は、まあ小林捕手がね、いつも被ってるというところで、昨日ね、岸田選手が7番キャッチャーで出てたんですけども、今日は8番キャッチャーに、小林選手が入っておりまして、で、昨日8番の出口選手が今日7番に入っております。で、ピッチャーは井上投手から菅野投手というところで、まあ非常に、まあ1番から5番、まあ、
今日に関しては6番まで、前日と一緒というところで、まあ坂本選手もですね、僕、まあ動画出させていただきましたけども、もう調子はそろそろ上がってくるよと、もう予言しとくよというふうにね、僕、お伝えしましたけども、非常にね、今日もそうですけども、まあ、タイムリーもそうですけども、非常に、打撃の内容、まあ、センターのね、岩田選手の好守備に阻まれた打球もありましたが、非常に、状態が上がってきるんじゃないかなっていうふうに思います。で、対するスワローズですけども、スワローズ結構変わっておりまして、まず前日2番レフトで、宮本選手入ってたんですけども、今日は3番になっておりますと。で、昨日3番、セカンド山田選手だったんですけども、今日は6番に入っております。で、昨日キャッチャーね、6番で中村選手が入ってたんですけども、今日は8番にキャッチャー西田選手が入っておりますと。で、昨日7番、センター太田選手だったんですけども、今日は太田選手ライト2番ライトで入っておりまして、前日8番、ライト増田選手だったんですけども今日は太田選手がライトに入ってては、センターには、7番、センター岩田選手が入っておりますと。で、ピッチャーが高橋奎二投手から今日は市川投手というところで、まあ、オーダー非常にね組み替えてというところ、まあ、菅野さん対策もあるのかなとは思いますが、非常にね、まあ、後で紹介していきますけども、この岩田選手という選手がね、もう非常に素晴らしい守備をしてたんでね、ちょっと本当に、後で、詳しくちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい、でですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここプロの技だよとかね、ここはこういう配球、こういう意図がありましたね、みたいな感じでね、できるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思います。はい、行きます。まず1回裏から見ていきましょうか。はい。まず先頭の丸選手がライト前ヒットで出ますと、石川選手のね、立ち上がりを打ちますと、いきなりね。で、ノーアウト中で吉川選手がセカンドゴロゲッツーになっちゃうんですけど、これね、山田選手めちゃくちゃ上手かったですね、今日ね。マジで上手かったです。これね、ちょっとね、1、2塁間寄りのすごく難しい打球なんですよ。で、取って、1、2塁間だと、2塁に投げるのも遠いじゃないですか。なんですけども、やっぱり体をしっかりこう回転というか、切って投げないといけないんですよ。で、吉川選手も足が速いんで、ちょっとでも例えばこう、よどみがあったりとか、こう、ジャックルというかね、こう、握り返しとかがあったら、握り直しがあったら、絶対一塁間に合わないんですけど、そこを流れるようなプレーで、まあ、4、6、3、取れたっていうのは、スワローズね、ああ、いい守備してるなーっていうふうに、思いましたし、ナイスプレーだったなと思いました。ただ、こっからね、ちょっと石川投手がね、まだ調子が上がりきってない。ただ、本当に警戒してるんだろうな、というふうに思って、まあ、低めに外れるボールがね、多くて、ヘルナンデス、岡本選手を連続フォアボール出してますね。ちょっとこれはね、残念というか、もったいなかったな、というところありますと。で、ツーアウト1、2塁で、大城選手がね、まあ、フォアボール2コールの後のね、ところというところで、まあ、ストライク取ってくるでしょう、というところで、3-1 からカットボールね、甘めのカットボールを、まあ、センターオーバー打ちますと。いうところで、これ2点。これめちゃくちゃでかかったっすね。マジでかいっす。で、2アウト2塁からの坂本選手のね、センターフライもこれ岩田選手がね、今日すごいんすよ。守備範囲。半端ないね。ほんまにマジで。守備でお金取れるよ、この選手はね。で、これ僕、坂本選手もこれ、またツーベースやと思ったんですよ。連続ツーベースやと思って、岩田選手もフェンス当たりながらバーン取って、これナイスキャッチすぎるって。ちょっと昔、ちょっと前に、ロッテにいた岡田選手、左だし、ちょっと似てるとか、松本哲也選手とかね、まっちゃんとか、まっちゃんって言ったらあかんけど、松さんとかね、そういうぐらい本当に守備上手いなっていうか、もう守備範囲お化けやなっていうふうに思いました、マジで。足速いよね。で、3回裏なんですけど、次ね、気になったところ。これも先頭吉川選手、レフト前ヒットで出るんですね。ここ最近マジで調子いいですね。吉川選手ね。本当によくやってくれてると思う、よくやってくれてると思います。で、ここでちょっと石川投手の投球術をちょっと見ていきたいんですけど、これノーアウト一塁でヘルナンデスね、これね、まあ6-4-3のダブルプレーに取られたわけですけど、まあその非常にうまく間合いと。時間というところをめちゃくちゃうまく使ってたんですよ。で、これどういうことかっていうと、まあこれ結果的に4球目のシンカーというボールをね、ショートゴロゲッツー取られたんですけど、これね、シンカー、この4球目のシンカー投げる前に、3球牽制してるんですよ。牽制ね。パンパンパンって。で、
これ何の意味があるかっていうと、バッターからしたら、やっぱり、なんて言うんだろう。焦るというか、早投げてこい、投げてこいってなるんですよ。やっぱ3球。牽制投げるとね。うん。だから、もしかしたら、投げてこへんのか、投げてこへんのかみたいな、早投げろや、みたいな感じで、やっぱりちょっと、なんていう、感情がやっぱり変わってくるんですね。で、そこで、石川投手で、ね、シンカー投げて、うまく打ち取ったっていうのがあるんで、あれは、多分、牽制のサインが出てなかったと思うんですけど、自分で多分、間合いを変えて、投げたと思うんで、これはね、さすがベテランの投球だなと思いましたし、まあ、牽制って、まあ、いろんな意味があって、刺しに行く牽制もあれば、間合いを変える牽制もあるし、リードの幅を狭くするような牽制もあるし、いろんな意味合いがあるんですね。牽制って言っても。一つ牽制って言っても、三つぐらい意味があるんで、そういったところで、この牽制は、盗塁を警戒してるっていうよりかは、どっちかというと、このバッターの間合いを外したりするような、牽制だったなというふうに思いました。はい。でですね、次ね、5回表見ていきましょうか。5回表、まあこの回ね、点を取られてしまったという回なんですけど、まあこれね、先ほど言った岩田選手の足というところが非常にね、使われたというかね、いい感じで、攻撃が、スワローズをね、できたんちゃうかなと思うんですけど、まあワンアウトから、山田選手がね、まあセカンドで内野安打、これも打ち取ってるんですよね。打ち取ってるんよ。これ、吉川選手もすごく難しい打球だったんですよ。ちょっと中途半端取った位置から、ファーストまでちょっと遠かったんですよね。だから、グラブトスなのか、上からこう、握り返して投げるのか、ちょっと微妙な距離だったんですね。で、吉川選手は上からというか、こう、投げるのを選択したんですけど、まあもう間に合わなかったっていう形で、まああれをアウトにするんであればもう、なんていうの、もうバックトスというか、取ってそのままもうトス、パーンってバックトス、して、うまくいってアウト取れるかな、ぐらいのプレイなんで、まあ、ここはね、ちょっとね、不運な打球だったなと思います。で、ワンアウト一塁から岩田選手がショートゴロなんですけど、これね、流れるようなプレイでいってるんですけど、これ、岩田選手が足早すぎて、一塁残るわけですよ、ここでね。で、ここで、ツーアウト一塁で、西田選手というところで、もうこれね、絶対走ってくるやろって。絶対走ってくるやろと思ってて、その警戒されてる中でもスチールを決めるんですよね。で、なんか見てたら、今日のね、この盗塁の成功で5分の5らしいんですよ。だから5回やって5回成功してるらしいんですよ。だから10割なんですね。それはすごいなと思いました、マジで。で、ランナー2塁、2アウト2塁で、これ、西田選手にね、ライト前ヒット打たれて、まあタイムリーを、打たれてしまうというところで、まあその、非常に、まあ打ち取ってる打球がヒットになったりとか、まあゲッツー崩れで1塁残ってスチールを決められたりとか、あったんで、まあ菅野さんからしたらちょっと不本意な、というか、ちょっと悔しい失点になったんちゃうかなと思います。で、ツーアウト一塁から石川選手にもヒット打たれて、ライト前打たれて、で、ツーアウト一二塁で長岡選手をショートゴロ、これちょっとね、配球チャート見ていきたいと思います。はい。これね、これで打たれて、同点とかなってたら地獄じゃないですか。でもここでしっかり踏ん張れたっていうのは僕良かったと思ってて、これね、4球行くんですけど、全部フォーク行くんですよね。フォークボールでストライク。で、フォークボールでボールになって、で、次フォークボールもう一丁行って、空振り取って。で、もうそろそろまっすぐ来るかな、そろそろスライダー来るかなと思わしといて、もう一球フォークっていうところで、これはね、フォークで良かったと思います。というのも、やっぱり空振りしてる姿勢というか、タイミングが全く合ってなかったんで、あえて違うボールに行ったら逆に合ってしまうっていうことって結構あったりするんですけど、だから合ってないボールは僕は続けるべきだと思うんで、合ってないやつは2球投げても3球投げても合わない可能性の方が僕は高いと、まあ、僕の経験上思うので、そういうふうに思うので、ここはもう一回続けても良かったなというふうに思ってて、続けてくれたんで、これは非常に、いい配球だったと思うし、しっかり投げ切れた菅野さんは素晴らしかったなというふうに思いました。はい、でですね、5回裏も見ていきましょうか。これまた岩田選手なんですけど、これね、2アウトから丸選手がまあライト2ベース打ちまして、で、2アウト2塁で吉川選手ね、これね、センターへの後ろの打球打つんですよ。めちゃくちゃいい打球打ったんですけど、これが岩田選手が後ろに背走しながら取ったんですよね。このプレーえぐいよ。このプレーえぐい。で、僕も外野が本職じゃないんで、あんまり詳しく解説できないですけど、ただ、外野手ってめちゃくちゃやっぱ難しい打球って何個かあって、正面に来るライナーとか、後ろの打球とかっていうのは、どんだけ上手い外野手でも苦労するんですね。苦労するというか、難しいって言うんですね。
で、その上で、このね、打球っていうのは、もう、左バッターの打球だし、でましてや、後ろのめちゃくちゃ、後ろの打球なんで、めちゃくちゃ難しいですね。もう、はっきり言うと、もう、難易度マックスぐらいの打球なんですよ。それを岩田選手がね、取ってというファインプレーするんですけど、これね、もうちょっとえぐいね。今日は本当に守備でお金取れる。ほんまにこの選手はすごいなと思いました。うん。だからあんまりね、まあそれはね、ジャイアンツがね、これね、点が入ってくれた方が嬉しいんだけど、でもこの岩田選手の今日のプレーっていうのは、本当に敵チームながら、本当にこれ素晴らしいなというふうに思わせてくれてるね、プレーが多かったと思います。で、7回表ですね、これも非常に、危なかった回なんですけど、先頭オスナ選手をね、レフト前ヒットで、ノーアウト1塁で山田選手をライトフライで、ワンアウト1塁で岩田選手バント成功で、2アウト2塁で西田選手を、レフトフライに打ち取った場面、まあここでピンチランナーを竹岡と、選手を出してね、勝負をかけてきたというスワローズからしたらね、回なんですけども、そこをしっかりレフトフライで、まあ少し逆球のスライダーにはなってしまったんですけど、そこをレフトフライで打ち取れたっていうのは非常に良かったんちゃうかなと思います。で、ここも見ていきましょうか。7回裏ですね、これもまあジャイアンツが少し、勝負をかけたというような回なんですけど、まあワンアウトから伊豆口選手がフォアボール出しますと、フォアボール出ますと、でワンアウト注意でピンチランナーね、先ほど伊豆口選手に、まあ門脇選手出しまして、で、バッター小林選手ね。で、僕、これもしかしたらバントあるかもなって思ったんですね。で、その時にバントの構えしたんですけど、小林選手が足をバッて開けたバントをしてたんですね。これどういうことかっていうと、足を開けてたら、バントからバスターってできないんですよ。だから大体、バントする時って、はじめの、こうやって構えてる時って、あんま足って開かないんですよ。スクエアぐらいにしといて、そっからちょっと足開いてやるっていう人がいるんですけど、はじめから足開くって人ってあんまいないんですよ。なぜかっていうと、先ほども言ったように、ヒッティングないなって思われてしまうから、足ははじめから開かないんですよ。なんですけど、この時に小林選手が1球目のバントからめっちゃこう足開いてたんですね。投球が始まる前から。で、僕ちょっとおかしいなーって思ったんですよ。そしたらやっぱりここで偽装のバントというかね、わざとバントを空振りして、まあその盗塁をアシストするような形で、まあこれね、セーフになったんでよかったんですけど、やっぱり、そういうね、ちょっとした違和感とかっていうのは、やっぱり相手チームのキャッチャーももしかしたら感じてたかもしれないし、あのね、ちょっと、まあ、いい作戦ではあったんですけど、足開かなくてもよかったんちゃうかって、足開いてしまうと、もうこれバントしかないなって、なんかやってくるんちゃうかって、ちょっと勘ぐられてしまう可能性もあると思うんで、僕的にね。だから、普通のバントの構えからの空振りでよかったんちゃうかなって、正直思いました。で、ピッチャーゴロ、小林選手がピッチャーゴロで、ランナー動けずというところで、で、2アウト2塁でピンチヒッターね、これ、長野さん出しまして、まあ、菅野さん変えてというところでしたけども、まあ、うまくカーブを使いながら最後ストレートを見せてね、速いボールだったんで、ロドリゲスのね。で、まあ、長野さんが空振り三振をしてしまって、まあ、この回も点を取れずに、まあ、2対1という場面ですよね。で、これ8回表、高梨さんがね、出てきて、まあ、先頭の増田選手にヒット打たれて、ちょっと嫌な流れですよね、これね。で、長岡選手にバント決められて、で、で、ワンアウト二塁で太田選手がこれ、ファーストゴロね。で、2アウト3塁で、まあ、宮本選手というところで、まあ、その、左対左でちょっと難しいよというところで、まあ、ピンチヒッター中村選手出てくるんですね。で、ここを1球目のシュートで、まあ、セカンドフライ打ち取れて、まあ、0点に抑えた。これ、非常に良かったと思いますと。で、この回行きましょうか。8回裏最後なんですけど、ピッチャー山本投手出てきて相手ね。で、まあ、先頭の丸選手がフォアボール。ここでピンチランナーね、立岡さんを出して、で、これ、ノーアウト1塁で吉川選手がバント失敗してしまうんですね。まあ非常にこれ村上選手がダイビングキャッチをして、すごくいいプレーではあったんですけど、このバントっていうのは絶対に決めてほしいバントなんですね。2対1で絶対次追加点欲しいよっていうところで、ここのバント失敗っていうのはちょっとね、痛かったなっていうふうに思います。で、ここからピッチャーがスイッチして、まあ石山投手が出てきて、まあワンアウト1塁からヘルナンデスがセンター前ヒット打って、これが大きかったんですけど、太田選手がね、ちょっとファンブルしちゃうんですね。ファンブルして、ほんまやったら1、2塁で止まってるはずが、1、3塁になるんですね。これがジャイアンツからしたらめちゃくちゃでかかったんですね。このエラーっていうのは、めちゃくちゃでかいエラーですね。うん。
で、ワンアウト一三塁で岡本選手がこれね、初球のストレートを、まあ、センターへ犠牲フライ打って、まあ、追加点。まあ、欲しかった、3点目っていうところが入るんですけど、この太田選手のエラーがなかったらね、これね、点入ってないかもしれない、入ってないかもしれないなと思いました。で、ツーアウト一塁で大城さんがセンター前ヒット打って、で、ツーアウト一三塁になってまたね。で、坂本選手がライト前ヒット。このライト前ヒットもでかかったですね。うん、外のね、ちょっと、厳しいボールとか、もしかしたら、ボールぐらいかなと思うボールなんですけど、まあ、ちょんとね、ちょこんと当てて、ライト前ヒット。まあ、これはもう多分アウトコース張ってたと思うんですね。張ってないとあれ多分振りに行かないと思うんで、だから素晴らしいなっていうふうに思いました。で、ここで打てるっていうのは、まあ、確かに調子悪いかもしれんけど、素晴らしいし、今日のね、太田選手じゃない、岩田選手のファインプレーもありましたけども、打球はね、絶対いい感じになってきてるんで、もう多分ね、ほんまに上がってくると思うんで、みんな期待しててください。マジで、坂本さんね。はい。で、ですね、最後、大勢で締めれたというところで、まあこれね、まあまあ一言で言うならば、今日は、まあ石川投手が尻上がりに調子上がってきたんですけど、やっぱり調子が上がる前に大城さんがしっかり叩けたというかね、2点タイムリーを打てたっていうのが非常に大きかったと思うし、まあ、随所にね、まあ吉川選手のバントのミスとかありましたけども、相手にもミスが出てたんで、それでなんとかね、勝てたなっていうところはあるんで、まあ、ミスなく行くのが一番理想ではあるんですけども、やっぱり相手も、まあミスをすることがあるんで、それに、つけ込んでですね、点を取るっていうところもね、野球では全然あるので、そういったところで、お互いより少しミスはあったんですけども、そこにね、うまくつけ込んだジャイアンツが今日は勝てたんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい、てな感じでですね、まあその、菅野さんが10勝でね、非常に貯金を作ってくれてると。まあその、それは、今までね、エースで、まあ、カードの頭とかを任せられてたところはあったんですけども、今年からはね、ちょっとこう、それをね、配置変更というか、そのローテをこう、変えながら、まあ、弱い相手とは言わないですけども、弱い投手というかね、あまりこう、エース同士の戦いっていうところで、投げてないところもあって、まあ、10勝っていうのもできてるのかなというふうに思うし、やはり、でも、それ、そうとは言っても、しっかり勝ち星を積み重ねられる、この菅野さんっていうのは、本当に素晴らしいと思うし、ストレートの質もね、めちゃくちゃ上がってると思うし、去年よりね。で、小林捕手とのバッテリーっていうのも、あうんの呼吸もあるし、まあ、すべてがね、結構うまくいってる。まあ、みんなのサポートもありながらね、できてるんじゃないかなっていうふうに思うし、今年ね、本当に15勝、16勝、最多勝を目指してね、このまま突っ走ってほしいなというふうに思うし、もし、巨人が優勝した暁にはですね、もしかしたら菅野さんがね、MVP になる可能性も非常にあるんじゃないかなっていうふうに思うので、ぜひね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はおできます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおできます。じゃあ、MVP!